やめてください。書いてある？いや。じゃあ神社の方から行きましょう。すごく危険な見つめるな認識もなかったけど今も。飛ばしててもラチが開かへんがするんだけど、とりあえずここさえ綺麗やったらいいんでしょ。そんなに綺麗や。この時間に誰もいないというのはびっくりや。みんな鹿と大仏以外は興味がない。奥にも結構鹿いるんだ。法華堂は行かないね。三月堂は、はい、
駒山のテレビ塔が綺麗に見えますね、今日。
ここで電池入れてもしょうがないよ、まあ、しょうがないよ、ね、この状況の中では、まあ、まあ一応シータ直しに修理に出そう。何が悪いか分からへんのかな。点検しなかね。どこで出したサービスセンターどこにあるんだよ。東京の銀座やったんじゃん。銀座、大阪にはない。大阪もあったかもわからへんけど。リコーペンタックスでしたっけ今。なんかいろいろ統合されて分からないけどね。ずっと行った方が多分分かりよりではどこに行くかにもよるんですけど。そうですね、どこでお昼食べるかにもよりますよね。そうですね。有名なうどん屋さんがあるんですけどきっと混んでるでしょう。え？うどん屋さん、ああ、人気ショップがあるんですけどね、うん、そんなんだって土曜日の昼ですよ、うん、混んでるでしょうね、うん、入江大吉のアトリエがあるんですよ、そのすぐ手前にね。ああ。紹介用のごっついパイプがついてるんや。ずっとついてるのかな。え？ずっとついてるんでしょうねきっと、うん、雷落ちたら終わりやもんね。まあまあ、まあ、それはそれなりに飛来心もあるんやろうけど。こっち行くと正倉院です。右側ね。もう正倉院の建物はもろに出てることなくて上屋ができてますけど、あれでしょ、コンクリートの、そうそう、ここを接続してるんですよね、この道ね。奥山なんとかの。あ、そうなんですか。だから若草山上がっていくじゃないですか、必死で。はいはい、自分自力で歩いて、はいはい。ずっと上まで行くとそこへ出るんですよ。ドライブウェイ、ね。そうなんや。で、それを道で行こうとするとこっちに、この道になるんです。上がり口が。正倉院と智積院のと大仏殿の間ね。これは智積院かな。うん、書いてる、うん、でこれは階段院かな、うん、階段院やったらこっち行った方がいい。まあまあ こう行きましょうか、うん、
柱がちゃんと生きているところや。勧進所、ここには秘仏の創業八幡っていうのは一年に一遍だけ開ける。階段かな。そっちがね。うん。例のあの一番有名な四天王があるとこですわ。あの筆を持った項目店とかね。東大寺で見よう思ったら、まあ、大仏殿はまあどうかしらけど、まあ、国宝のミュージアムになってしまいましたけど、普通今までやったら3月堂と2月堂と階段院とぐらいかな。観光コースとしてね、階段院も四天王と、多宝塔と階段があるだけやけど。え、ここにはだから四天王はちゃんとまだです。おるよ。おるんですか。うん、おりますよ。階段にしてるのはめったに外には出ませんね。ここら辺に2、3軒食べるとこがあると思います。あ、そうなの？うん。そのところにあるんですか？カフェとか、うどん、そばの類とか。入江大吉のミュージアムです。ちゃんとマンスリー写真してる。ここは結構有名なお店ですよ。ここでそばでも食べますか。やってんのか。臨時休業。あ、そうですか。あ、いった。それで水筒のよう、ね、いつもやったら行列ができてるから絶対 OK やもん。ここはどうですか。ここは何でもいいって言うんであれば OK だね。何でもいい。ドリンクにアルコールがあるかどうかは、ね、グラスワイン、ハートランドビールかな。うん、あれ。もう1軒ぐらいあるけど、まあここでいいよね。うん、行きましょうか。